ファネンドアディは、ナイジェリア出身のサッカー選手。ミネソタユナイテッド FC 所属。ポジションは FW。2011年1月、アヤックスアムステルダムのトライアルに参加したが、契約には至らなかった。2013年夏、FC コペンハーゲンに加入。2014年5月13日、メジャーリーグサッカーのポートランドティンバーズにレンタルで、加入。6月23日、 クラブ史上4人目の特別指定選手としてポートランドティンバーズに完全一席。2018年7月30日にポートランドティンバーズから MLS に新規参入する FC シンシナティにトレードされた。2020年1月17日、ベーバー工事にかけられた。2020年1月27日、コロンバスクルー SC は メジャーリーグサッカーのウェーバーリストからアディを獲得したと発表した。2021年8月27日、ミネソタユナイテッド FC に加入した。2011年に U-23 ナイジェリア代表で2試合に出場した。また、2016年3月のアフリカネーションズカップ2017予選でエジプト代表と対戦するフル代表メンバーに招集されたが、 出場しなかった。ポートランドティンバーズ FC シンシナティコロンバスクルー。ありがとうございます。